皆さんこんにちは、後ろインスタグラマーの香里です。今日は私の秋の会津の旅をご紹介していきたいと思います。今回はまあお城の解説というよりはもう友達との Vlog みたいな感じでお届けしたいと思いますので、最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。ようやく隙間を見つけました。喫煙所手前のベンチの上に今私はソックスの状態で登っております。いやー、いいですね。かわいい。ちょっと待って、フクロウがいる。本物のフクロウ初めて見た。かわいい。かわいい。野生のフクロウ初めて見た。てかフクロウがいるの、駿河城に。すごいね。あ、すごい。彫刻みたいだな。ね、すごい。フクロウ怖い。中見ると怖い。おお、なんか神々しいね。神々しい。夕焼けのタイムスリップしたみたいな感じ。ねえ、めっちゃ綺麗じゃん。いやでもフクロウびっくりしたね。野生のフクロウ初めて見た。てか会津の人さ、みんな本当に優しくない？優しい。なんかあんなこんなさ、得体の知れないさ、なんか自撮り棒で動画とか撮ってるような人にさ、フクロウ見えるよとか言ってね、えわざわざ声かけてくれてさ、ねえ教えてくれて、フォトスポットまで。しかも2人のおじさまが。ありがたい。いやめっちゃ綺麗。いいね、秋の会津もいいじゃない。ぜひね、やってほしい。そうですね、これ早急に編集するしかない。もうなんか解説文とか全然入れずにすぐに出すことが急務と見た。まだいい。全然動かないね。ねえ、たたずんでるね。夜になったら自分の巣穴に帰ってくる。フクロウも見て、あの夕焼けっぽいものも撮って、いよいよ鶴ヶ城の中って思ったじゃん、はい、まだまだ入れない。まだ入れません。まだ入れてくれません。まだあの廊下橋っていう橋がありましてね、はい、朱色の橋があるんですよ。今はただの橋なんだけど、昔はあの塀とか屋根とかがあって廊下になってた橋があるのよ。廊下ね。そう、廊下の、あの渡り廊下とかの廊下の廊下なんだけど、あの老いる方じゃなくて。そんな橋一生渡んないわ。っていう廊下橋があるんだけど、その廊下橋が朱色で綺麗なので、そちらを見て夕日が撮れたら、もうない。もう夕日ない。え？ちょっとなんか雲の感じを撮ってから移動したいと思います。クランクになっていて曲がってますね。角を曲がるってことは殺されるってことですね。はい、そして廊下橋に到着しました。めっちゃ綺麗でしょ。ほらごらん、すごいね。でもこれはこっち側じゃなくて、 あっち側から見る方が綺麗なんですよ。私が見せたかったのはここからの景色ですね。廊下橋越しの鶴ヶ城天守。いやー、というわけでね、あの廊下橋も見せられましたので、いよいよ天守の中に入ります。危うく天守の入場時間を過ぎるところでした。本当危ねえ、本当に危ねえ。あ、なんか夕焼け綺麗だね。綺麗綺麗。これはちょっと撮った方がいいですね。少々お待ちを。わー、いいですね。綺麗。すっかり暗くなりました。すっかり暗くなりましたね。第3層のところでさ、私がちょっと会津戦争を力説しすぎたがためにとっぷり暮れました。気づいたらとっぷり切れました。あ、こちら正面が本丸御殿でございます。本丸御殿跡ですね。
でこの本丸御殿跡ではですね、私がアンバサダーをさせていただいております現地体験型 XR 観光アプリストリートミュージアムで、この本丸御殿の様子を VR で見ることができるんですよ。というわけでやります。この本丸御殿の、この本丸御殿にさ、だからさっきの5000人が籠城してたわけですよ。すごいね、5000人。1ヶ月だよ。大変なの。あとさ、あそこになんか変な赤い棒みたいなのあるじゃん、うんうん、あっちの、あのちょうどあの赤い電気がついてるポールらへんの、うん、ポールの反対が奥が飯盛山なのよ。向こうから写真撮るときにあのポールがすごい邪魔で、なんかマジで邪魔だなって思うんだけど、でも うん、こっちから見るとあれの奥が飯盛山だから意外と目安になるっていう。そうだね、わかりやすい、わかりやすくはある。このさ、正面の このこれ、そこが黒金門っていうもんなんだけど、あそこに松平かともり校は1ヶ月間籠城してた。あそこだけが鉄だった。黒金って鉄のことで、鉄のもんだから城内で一番強い建物だったのよ。だからあそこにずっといたというか、攻撃が来てもまあギリ大丈夫みたいな。すごい、ストリートミュージアムの紹介が入ってる。嬉しい。店主の中に、店主最上階にストリートミュージアムの案内がありました。嬉しい。みんな鶴ヶ城に来たらストリートミュージアムアプリをダウンロードして VR ツアーを体験できます。赤いポップアップをタップして、で、ぜひこのね、本丸御殿を VR で見てください。今回はね、もう特にもう時間がないということで、編集はもうそっちのけで、とにかくすぐに速報の会津の紅葉をお伝えするというこの一点にかけて動画をまとめさせていただきました。まあ、今後はね、ちょっと友達とのただの旅行みたいなやつは、まあ、Vlog 編として解説動画とはまた別にちょっと雰囲気を変えて、思考を変えてちょっと編集して公開していきたいなと思います。今私は11月11日土曜日にこの会津若松に来てるんですけど、この紅葉は来週18日土曜日、18、19の土曜日、日曜日らへんに、もみじの方はまあ多分最盛期でしょうと。でもイチョウはもう葉が落ちてしまうかなという状況だそうです。そして再来週、23日祝日がある方の週、11月23日の祝日がある方の週、再来週はもう紅葉は終わり、冬支度だそうですので、会津若松の紅葉が見たい方はぜひ来週末までにこの会津の地に来ていただければと思います。というわけで今回の動画はいかがでしたでしょうか。いいねって思ってくれたそこのあなた、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。